ミネルバ大学の山本です。私の方からはですね、ミネルバ大学の設立背景と実際にどんなことをやっているのかということを中心に、説明させていただきたいと思います。はい。まずですね、ミネルバ大学の設立背景なんですが、既存の大学が抱えている課題にあります。大きく4つの課題を認識しています。1つは社会に出る準備、2つ目はいろんな効果的な教授法というものはもう世の中にたくさん論文が出ているのにもかかわらずなかなか実践されてないという事実で、さらに3つ目が世界がこれだけつながっている、グローバル化が進んでいる社会において学生が異文化経験というものを実際にできているかという課題、そして4つ目は特にミネルバ大学があるアメリカの大学ですが、アメリカの社会において今問題になっている高すぎる学費、投資対効果の、イシューです。はい。1つ目、社会に出る準備ができているか、これは、2014年にですね、アメリカの調査会社キャラップが、大学のリーダー層ですね、経営リーダー層と、企業の、リーダー層にアンケートを取った結果です。 96% の大学のリーダー層は自分たちの学生は社会に出る準備ができていると言っているのに対して、実際にその学部卒業生の雇い手は 11% しかそう思っていない。で、非常に大きなギャップがあるわけですが、じゃあ具体的にその学部卒の、学生にどういうスキルを今の社会っていうのは求めているのかと、言われるので、このがヒントになるのが、世界経済フォーラムでですね、発表されている、2020年までに必要な、10のスキルと言われているものです。これを見ていただくとですね、非常にこの複雑で不透明な社会の問題を明確に分析してコミュニケーションを取って他者をリードできるような人材が求められている。ただこの問題にストレートに答えを出した大学っていうのはまだ存在していない。3つ目、効果的な教授法というのが広く知れ渡っているにもかかわらず世界のトップ大学で、これ白熱教室で有名なサンデル教授の講義ですが、こういった一対数百人の講義というものが依然として行われているという現状があります。で、3つ目のグローバルイマージョンですね、グローバル経験、学生のグローバル経験というのは OECD の統計によると大学4年間のうちに外国を経験する学生というのはわずか 2.5% に過ぎない。で、そのうちの 2.5% の人の実に約6割が北米かヨーロッパに行くと。で、ただ今日の、国際社会を見ていただくと、とてもこれらの地域に行って本当に文化が理解できるようになるかというと、非常に疑問であるという問題が、あります。で、じゃあですね、その世界のエリート大学と言われているこのアイビーリーグだとか、オックスブリッジに行くと、この問題解決されるかと、割とその留学予備校なんかだとダイバーシティダイバーシティって言ってるんですが、学部に関して言うと非常に厳しい現状であると。ハーバードで見るとわずか 10% しか留学生はいないと。で、ちょっとそれますが、もう少し社会階層のところにも視点を広げますと、ハーバード大学っていうのは学費が約400万から500万、生活費込みで含めると約1000万ぐらいかかる大学です。ただ何らかの財務支援を受けている学生っていうのは 55%、 つまり 45% の学生っていうのは毎年1000万近くの学費を払える非常に富裕層の人たちで構成されているという技術があります。非常に偏った大学になってしまっていると。で、4つ目ですね、投資対効果についてお話ししますと、これはスタンフォード大学のアメフト専用施設です。こういった学生の学びに直結しない豪華施設の建設っていうのが、全米各地で競争されのように行われている。で、これが学校経営を結局圧迫して誰に転嫁されているかというと学部生に転嫁されている。1978年から取った物価のインフレを見ていくと学費の高騰というのは実に消費者物価の4倍で拡大しています。ですので、私今40歳ですけど、だいたいこれから大学に行く人の親御さんというのは50歳ぐらいになるのかなと思うんですが、彼らが大学に通ってた時と今の状況というのはもう一変しちゃっています。で、結果としてアメリカの場合学生ローン残高1兆ドルを2014年の時点で超えているんです。これは1人当たりにすると、学部生に約400万か450万の借金を負わせて社会に出すという
非常に深刻な問題が起きています。でミネルバ大学っていうのは実はその前身としてミネルバプロジェクトというものがありまして、その趣旨はもう一度ゼロから世界最高のエリート大学っていうものを作れるとしたら一体どういうことをやってみるかという趣旨に基づいて発足しました。まあ、ベンさんが2年の準備期間を果てて作って大学を設立できたわけですが、その背景にはハーバードの当時の学長さんですとかペンシルバニアのウォートン校の元学長さんが応援をしてくださいました。で学部長クラスに初期から参加してくださった方もコスリン先生のようにハーバードで30年実際に教えていた先生やビッキー・チャンドラ先生というオバマ大統領のアドバイザリーを務めたような一線級の教授がこのプロジェクトにジョインしています。でここからですねミネルバ大学が具体的に先ほど挙げた課題に対してどういうアプローチを取っているのかということを合わせて4点ご説明させていただきます。はい、まずミネルバ大学で教えられているコアになっているものはプラクティカルナレッジと呼ばれる、まあ、ちょっと日本語に訳すとですね、どちらかというと実践的な知恵ないしは最近コンピテンシーなんていう言葉がありますがそちらの方が馴染みがいいかと思います。体系立てると思考法とコミュニケーション法になります。クリティカル思考でありクリエイティブ思考、集団でのエフェクティブコミュニケーションエフェクティブインタラクションと呼ばれる、1対複数です。スピーチだとかプレゼンテーションライティングというものがエフェクティブコミュニケーション、グループの中での交渉だとかリーダーシップフォロワーシップといったものがエフェクティブインタラクションといったものになります。でこういったものはですねいずれも知識の伝達では身につかないというふうに考えられています。一つの要素で成り立っているものではなくて複数の要件で成り立っているからです。じゃあ実際に教えられるものは何かと言いますとこのハビット・オブ・マインドと呼ばれているものだったりファウンデーショナル・コンセプトと呼ばれるクリティカル思考であればそれを構成しているいくつかの思考コンセプトというものになります。でこれここで話すとですねもう本当1時間あっても理解するの大変なんで実際にちょっとクイズをやりながら理解していただくのが早いかなと思います。まずですねまあ、今日ここ知らん会館は医学部の会場ということもありましてちょっと質問としてお医者さんが患者さんに薬を処方するときにですね必ず聞く2つの問いっていうのがあります。これはお医者さんであればほぼ 100% 答えられます。ちょっとこれ時間の関係もあるんでこちらで回答を用意しますが一つはアレルギーがありますか、直接的影響です。患者さんにこれから薬を出すときに自分の出す薬が患者さんにどういう悪影響を及ぼすかっていうので最初フィルタリングします。2つ目はじゃあ今飲んでる薬は何ですか、これ飲み合わせっていうもんですがこれから出す薬を最初にスクリーニングした後もう一つ今飲んでる薬と組み合わさることで最初に直接的な予測した直接的な悪影響が出ないかっていう判断複合的影響力っていうのを考慮しなきゃいけない。でここで皆さんにお願いしたいのがこの直接的影響っていうのと複合的影響っていうコンセプトを今ちょっと頭に入れていただいて次の問いに考えていただきたいと思います。今あなた大臣です。部下から新しい法案を国会に提出したいですと言われました。あなたは何を聞かなければいけないでしょうか。2つちょっと、10秒ぐらいですね考えていただければと思います。ですね、まず直接的影響を見なければいけないのでその法案の懸念されるデメリットは何ですか、直接的な影響ですね。で2つ目は複合的な影響なので今現在施行されている法律と併用した際どういうデメリットが出るかということですね。でこれはどういうことを言っているかというと直接的影響と複合的影響という要件を全く別の分野に当てはめることで、正しいと言いますか自分の納得するような意思決定を導けるファーストランスファーと呼ばれるようなコンセプトですが、はい、
未経験の分野に使えなければ実践的な知恵と言えないというふうに我々は考えています。で、4年間を通してですね、まず1年目にこの学び方を学ぶ授業を、みっちりやった後、2年目に、自分の専攻というのを決め、3年目には実社会の応用という形で、実に実際のその先生、自分が習っている先生と社会の、自分がこれからやろうとしているやりたいと思っていること、そこの人のメンターについてもらって2年間、研究を行うといったような、カリキュラムになっています。じゃあ実際にですね、これどうやって教えていくかということなんですが、ミネルヴァで 100% アクティブラーニングという考えを用いていて、授業ではですね、反転授業の、常に集中して、学べる環境を用意する、ここで効果的にインプットをして、実際に実社会で習ったことを応用するというこのコンビネーションを採用しています。で、実際にその授業でですね、どういう時に人は最も効率的に学習するかということに関しましては、この認知科学に基づいた考え方というのがあります。コグニティブプロセッシングと言われる、常に脳が動いている状態で試行錯誤を繰り返してアクティブに能動的に授業に参加しているといったような状況を作り出す、これはすごく抽象的に言っているように聞こえるんですが、例えばスポーツでですね、筋トレをしている人なんかはすごく理解しやすいと思うんですね。腹筋の何番目を意識してこうやると実際にそのように、身につく、脳も同じようなことが言えると考えられています。で、これが実際のその授業の、様子になります。上の方に映されている生徒の画面、必ず18人以下、で行います。すべての生徒の顔が、見れるので、誰も居眠りも誰かの頭の後ろを見ているという状態が、ありません。で、コンピューター上でやりますので、誰がどれぐらい発言しているかっていうのを教師が把握することができます。上の、この緑色、赤色、黄色で、区分けされた場所部分というのは先生から見て発言量の多い生徒が、赤、発言量の少ない生徒が緑というふうに区分けされます。このように、どの生徒を当てたらいいかっていう、サジェスションをですね、先生は得ることができます。授業はですね、全て反転授業で、事前課題を提出したもののみが参加できます。最初からディベートで行われます。よく授業の始まりはですね、4択のような質問が出て、それぞれどの生徒がどの立場を取ったかっていうのが全員に、瞬時に分かるような、形になっています。先生はですね、特定の生徒を当てて、ディベートを開始することができます。で、このディベートに直接参加していない生徒たちに、裏でですね、この2人の生徒がその今日学ばなきゃいけないコンセプトをどれぐらいうまく活用しているかというのを、1から5のルブリックを用いて採点しなさいというようなタスクを裏で与えておくことができます。で、実際終わったらこのように5段階評価を与えさせてピアフィードバックを行うといったような、仕組み、こともできます。で、意見をですね、異なる意見の人たちをグループに分けてグループディスカッションする際も、教室型授業ですと、A と思う人はこちら、 B と思う人は奥、C と思う人は手前っていうふうに人の移動が伴って思考が乱されます。ただ、実際にコンピューターでやってる時っていうのはですね、瞬時にその、自分の選んだグループのディスカッションにパッと切り替わって、ディベートの準備をできますので思考が乱れるということはほとんどありません。で、先生は、いちいちその各グループを見回って どこがどういう進捗状況かということを、動かなくてもコンピューター上で誰がどのような発言をしているかというのを、把握できるという非常に効率のいいシステムになっています。で、最も驚異的だなと私が感じているのは、全ての授業が録画、されています。で、ミネルヴァでは定期試験というものはしないんですが、学生の評価というのは全て事前課題と授業中の発言に基づいて行われます。先生は90分の授業中合計10分間しか喋りません。講義は禁止されています。ただし授業が終わったら即座に各学生の授業中の発言を見返してフィードバックを行います。これは実際にこの生徒が授業中にした発言に基づいて覚えなければいけなかったスキルについて
5段階評価の習熟度をコメントをつけてフィードバックします。でこれがなぜいいかっていうと、授業終わってすぐこういったフィードバックをもらえるので、次の授業までに自分がどういう点を改善すべきかっていうのを学生は意識しながら次の授業に臨みます。また生で教師間もですね、どの学生がどのスキルで伸び悩んでいるのかっていうのを事前に把握して授業に臨むことができますので、非常にその効果的に生徒を当てることができる。でこのようにですね、このオンラインのシステムを用いると従来の教室型授業では実現できなかったような効果的な学習というのが実現します。でただこのような効果的な授業を行ってもまだその生徒の頭の中にスキルが入っているだけでは実践的な知恵とは言えない。でそこで実社会のプロジェクトで実際に学んだことを応用するという機会が与えられます。初めて出会った人を巻き込んでプロジェクトをリードして、まあ、何らかの結果を出す。その結果が成功する成功しないに関わらず生徒にとって自分の、まあ、学んだことが実際どうなるのかということを試す機会が得られます。これはサンフランシスコの事例ですが、毎週10から20のプロジェクト学習が外部の団体、企業であったり学術機関であったり、まあ、サンフランシスコオペラだったりロボテックショップというロボテックコンテストの主催者等と行われています。プロジェクト学習は授業にひもついたもの、自分の苦手な分野を補うためのオプショナルなもの、また生徒が主体的に発案するものという、まあ、3段階ぐらいのものがあります。で、まあ、授業をですねオンラインでやるということで、まあ、さらに、まあ、学びの質が上がるのは、結局その教室を持たないのでどこに行っても学べると。でどこに行っても学べるのであれば、先ほどの問題であったグローバルの経験というものをよりダイナミックに経験させることができる。実に4年間で7つの都市を回っていきます。でそして、授業は8ヶ月、前期後期4ヶ月ずつなので4ヶ月の長い夏休みがあります。この期間を利用してこれらの7つの国以外の国でインターンシップをして自分の経験を豊かにするというような学生もおります。でさらにオンラインにして設備を外部の人たちと共同学習をするという方式を取ってますので、大学の学費の根源になっています施設、豪華施設というのの運営費が大幅に圧縮されています。まあ、学費1万2500ドルというのは日本の私学、慶応大学で約150万ぐらいですから、それよりも安いといったような、学費を実現しています。で、まあ、これによってですね、世界中から多くの、学生が、応募してきまして、結果として、まあ、これはちょっと昨年度の実績なんですが、他の大学に比べてミネルバはアメリカ人の比率が圧倒的に低いと。この表ですと 75% ですが、今年の入試終わった時点で 83% が留学生であるというような見込みになっています。でちょっと駆け足で恐縮だったんですが、最後のスライドになります。もともとですね、ミネルバ大学は一つの大学が成功すればいいというようなコンセプトで作られたものではなくて、目指しているのは高等教育の再創造になります。まず既存エリート校に改革を促せるような存在となること、その次に、まあ、こういったエリート校というものが、まあ、本来学生の学びというものを軸にした経営に立ち戻ることで、最終的には、まあ、この世界に才能ある学生が未来の社会で活躍できる実践的な知恵をですね、適切な学費で実現するという野心を持って行っております。私の発表は以上になります。ありがとうございます。